コンディションは、まあ、ちょっと膝を痛めちゃって試合になっちゃうのもう忘れちゃうんで、痛めたか骨折してるのとは忘れるんです。カトルバーズに関しては、まあ、言っちゃうと俺らはすごい未知なんで、まあ、淳さんが、まあ、未来先輩にプラス俺らは勝てみたいな感じの組み合わせなので、まあ、そこはやっぱ淳さんにコントロールしてもらって、俺らは好き放題に。ちょっと負けられねえかもな、今日も。2勝っす。もう、やっぱ淳さんのその魂っていうか、スピリッツみたいな、すごい勉強だったし。もう一緒にやってて、俺自身も上がったし、もう声が出ちゃうぐらい、自然に。まあ、お客さんもやっぱ熱い人にどんどん惹かれるわけじゃないですか。で、俺は、まあ、プレイヤーとしてコートに立ってますけど、もう淳さんのその熱さっていうのをビシビシもらって、引っ張られていって引き出されたみたいな。結構そういうとこありましたね。一番初めにはもう言ったんだよね。その初めからその自分のやりたいことをみんなの前で見せようとするとうまくいかないから、1ラウンド目、2ラウンド目はチームで頑張るためにちょっと我慢してプレーをしてこうよと。そしたら絶対にその彼らの持ち味が自然と出てくるっていうふうに俺は思ってたから、やっぱシュート1本1本決めた時にみんなでなんか喜べるっていうのがやっててすげえ楽しかった。ただ、カンゴロレットを使うの